みんなの前向き駅伝はアメリカンホーム保険会社が主催し2012年から開催している市民ランナー参加型のチャリティ駅伝キャンペーンであるアメリカンホームダイレクトは2012年にガン保険みんなのホスピタルの発売をきっかけにガンと闘病ながらあるいはガンを克服し前向きな力で絆をつなげようという人々を応援するための 前向きプロジェクトというキャンペーンを展開するようになり、その中核として、がんを克服した市民ランナーをタスキでつなぎ、日本列島を一周しようという駅伝キャンペーンを実施することになった。2013年は、がん患者だけでなく、様々な困難を乗り越えて前向きになって生きていこうとする市民ランナーに幅広く参加文句を広げている。なお2015年は、開催を見送っている。 2014年からはこのみんなの前向き駅伝と連動する形で希望の前向きプロジェクトキャンペーンを展開している。アメリカンホームダイレクトでは保険の販売だけにとらわれず様々な地域や社会の課題、困難を抱える人々や地域貢献を支援することを目指してこのキャンペーンを開始した。キャンペーンナビゲーターはタレントの小沢雅俊奈が務める。 2014年ヤマハスタジアムでジュビロ岩田の協力により小児病棟で生活する子どもたちを支援するピースオブカレッジのキャンペーン難病を抱えながらみんなの前向き駅伝のランナーとして参加した岐阜県在住の塚本明りさんの応援世界肝炎デーに連動して佐賀県が行うキャンペーン佐賀肝炎ウィークと連動し肝炎を正しく知ってもらう啓発活動に 協力鹿児島県で行っている HTLV-1 ウイルス撲滅のためのスマイルリボンキャンペーンとの連動による啓発活動、広島東洋カープ、キャンサーネットジャパンとの協力で、まずがズーム、ズームスタジアム広島での小児がん患者支援、レモネードスタンドキャンペーン。8月26日の広島対東京ヤクルトスワローズ戦で、 広島県を含む中国地方各地の小児がん患者とその家族を招待し、選手との触れ合いを楽しむみんなのみまきず陰東北と題し、宮城県小長川町の児童たちの運動不足を解消するための取り組みや、3年ぶりに開催する小長川海猫マラソン大会の支援を中心軸に、東北地方の東日本大震災被災3県の子どもたちの心のケアのサポートを展開する。 ありがとうございます。